次は、トラブルショットで、林の中に入ってしまって、林がねこう生い茂っててその下をこうくぐらしていかなきゃいけないというような状況ありますよね。で、このような状況の時に、結構ねコースレッスンとかでもお客様見させていただいている時に意外と予想以上に球が上がってしまって、上の木に枝に当たってしまう、そして真下にポトンと落ちて、またトラブルからさらにトラブルを招いてしまうなんていう、状況が意外と多いです。で、この場合はですねとにかくまず第一にしっかり球にコンタクトさせてあげるっていうのはもちろん一番なんですが、同じぐらい重要なのがいかにロフトを立てて打たすか、これが重要なわけです。で、つまりはロフトを立たすわけですからいちいちウエッジとか、特に60度のウエッジなんかを使う必要は一切ないわけです。僕はもう林入ってもう曲がっちゃった時はもう7番と、を1本持ってもう多分おそらくこう、ね、深いところに入っていったらもう出すだけだなっていうふうに考えていった時に7番アイアンを1本だけ持って、横にちょんと出してあげるようなイメージでしたけど、でその、ちょこっとこう出すような時は7番アイアンでロフトを立たして最小限のストロークでしっかりボールにコンタクトしていくっていう風な、イメージだけを守ってやります。であとは、距離感ね、意外とこう横に出すわけですから、横の幅って意外とないんですよね。例えば、フェアウェイの端っこから、15ヤード20ヤードぐらいの中の林に入ってしまったと、でそこから、向こうのフェアウェイを越えていって向こうのラフまで行くのに多分50ヤードはないです。でそれなのに結構振ってしまって向こうの今度またラフ なんだったらもうまたさらに向こうの林に行ってしまうという方もやっぱりこれも多いんです。ですから7番アイアンで、イメージ的に言ったらサンドウェッジとかで40ヤードぐらいを打つ、30ヤードから40ヤードぐらいを打つイメージの大きさの幅でもう十分です。しっかりそれがコンタクトすれば基本的にはだいたい5、60ヤードぐらいのところが止まると思いますので、そのぐらいのショットで、抑えていってもらいたいなと。じゃあ早速、構えていきたいんですけれど、まずは、ボールを真ん中の位置よりもちょっと右目でもいいかなと思います。で少し右目に置いてグリップの位置は左ももの前にあるわけですから、勝手に、シャフトは傾いてハンドファーストの状態で構えられている。でその構えが結果ロフトをこう立たすような動作になっているわけですね。でこのロフトを立たした状態であとは、手首の位置なんてを手首ありますね、コックとかを使わないようにしてそのままハンドファーストの状態のままキープしてそのまま変えずにインパクトを迎えて変えずにフォロースルーを出していく、もうこれだけです。だから手は一切使わないです。これ使ってしまうとまず一つフェースの回転開いたり閉じたりするいわゆるローテーションが出てきてしまって思ったより右行く左行く木に当たっちゃうなんていうあのこと、左右の木に当たるなんていうこともあると思います。または、手首を、使うということは早めにこうキャストをしてしまって、ヘッドが先に動いてロフトが思ったより上向いてしまってやっぱりこれも、上の木に枝に当たってしまうというような状況になると思うんですね。ですから手首を使わないようにしてシンプルに体の回転だけで打ってくるイメージにしてほしいです。言ってみればパターと一緒です。パターこう打ちませんね、パター手首ロックして体で打つわけですと同じです。そのイメージで打っていく。で最後に振りすぎると球って思ったより上に上がっていってしまいます。スピン量だとかで上がっていっちゃうんで、さっきも言いましたように40ヤード以上は絶対打たないようにしてください。では早速打っていきます。エッジの40ヤード以内で収まるようにキープして、で今の、距離でいくと、ここグリーンじゃないけどフェアウェイだけど今ので、50ヤードぐらいなのかなぐらいです。で、キャリーで今20ヤードぐらいのところ、20ヤードショットぐらいのところに落ちてやっぱ2、30ヤードぐらい転がっていくと。で、今の距離感で言って綺麗にコンタクトして今の私のセッティングですと、ちょうどそこに目の前に、20ヤードぐらい先にピンがあるんですけどピンよりも、ピンの半分ぐらいの高さかなぐらいの高さで
行きました。だこれは計算式自分なりに作っていただいて、10メートル先だったら、この振り幅でいくと高さがここまで上がっていくなとかっていうのを自分なりに、メモったりだとか計算していただいて、それを引き出しに入れておくと困った時にすごく、助かると思います。ぜひ、参考にしてみてください。